ジョンはアメリカ人男性の航空宇宙エンジニアだった。彼は日本の航空技術に興味を持っており、視察のために来日した。成田空港に到着したジョンはまずその広大さに驚いた。アメリカの空港にも何度か行ったことがあるが、ここまで広い空港は初めてだった。空港内はどこもかしこも清潔に保たれており、空気の匂いも良い。ジョンは日本は衛生的な国だという印象を強くした。また空港の職員はみんなとても親切で笑顔で対応してくれる。ジョンは日本はサービス精神の旺盛な国だと感じた。ジョンは空港内にあるショップやレストランを散策しながら日本の空港の素晴らしさを堪能した。日本は本当に素晴らしい国だ、また来たい。ジョンはそんな思いを胸に日本への旅をスタートさせた。ジョンは日本の航空会社に勤務する田中さんという女性と知り合った。田中さんはとてもマナーが良く、ジョンは彼女の態度にとても感心した。ジョンは田中さんから日本の空港の素晴らしさについて話を聞いた。日本の空港は清潔さ、安全性、利便性、サービスなどの面で世界トップレベルにあるんですよ。田中さんはジョンに日本の空港の特徴を次々と教えてくれた。例えば成田空港にはエアサイドゲートが導入されています。これは飛行機の乗り降りをスムーズに行うために地上と飛行機を直接結ぶ通路です。自動化されており人間の介入がほとんど必要ありません。ジョンはエアサイドゲートのシステムに感嘆した。日本の技術は本当に素晴らしいですね。ジョンは田中さんの話を聞いて日本の空港の素晴らしさをさらに実感した。ジョンは成田空港で迷子になった。すみません、こちらはどこですか。ジョンは近くにいた空港職員に声をかけた。はい、こちらは国際線の出発ゲートです。空港職員はすぐにジョンの荷物を持って目的地まで案内してくれた。ありがとうございます。ジョンは空港職員の親切さにとても感謝した。ジョンは空港職員の案内を受けて無事に目的地にたどり着いた。本当に助かりました、ありがとうございました。ジョンは空港職員に礼を言ってその場を後にした。日本から帰国したジョンは自身の YouTube チャンネルに動画をアップした。その動画はジョンが成田空港で体験した日本の空港の素晴らしさについて語る内容だった。動画の中でジョンは中国の空港での不快な経験も語った。中国の空港は清潔さに欠け、入国審査や免税店での対応も冷淡でした。本当に不快な思いをしました。ジョンは中国の空港との違いを明確にすることで日本の空港の素晴らしさをより際立たせた。動画はたちまち100万回再生を突破するなど大きな反響を呼んだ。動画には多くのコメントが寄せられた。その中から2つのコメントを紹介いたします。僕も1年ほど前に成田空港に行きました。日本の空港は本当に素晴らしかったです。特にエアサイドゲートの技術は世界でもトップクラスだと思います。日本の技術の高さにとても感心しました。私はちょうど3ヶ月前に成田空港に行きました。成田空港の職員の親切さにとても感動しました。困っている人にはすぐに手を差し伸べてくれる姿に日本のホスピタリティを感じました。ジョンは日本の空港の素晴らしさを伝えることができとても嬉しかった。そしてジョンは日本への愛着をさらに深めた。ジョンの動画は多くの人に日本の空港の素晴らしさを伝えることに成功した。ジョンは日本の空港の素晴らしさを世界に発信するきっかけになった人物と言えるだろう。皆さん最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございます。もしこの動画が少しでも心に残ったら高評価やコメント、そしてチャンネル登録をお願いいたします。次回も皆さんとお会いできることを楽しみにしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。